はい、どうもルーでございます。ちょっとゲーム音量大きいかな。よいしょ。改めましてルーでございます。キングダムオブヒーローやっていきたいと思います。はい、アップで終わりました。11月19日か。で、公式ブログ。あ、合ってるわ。ブラックフライデーパック。ブラックフライデーね、アメリカのね。ブラックフライデー。まあ、ちょっと俺には縁がないですけど、結構いいんじゃないですか？1100円で A 霊石100個、クリスタル200個。これ安いと思いますよね。で、5500円以上はちょっとよくわからん。星6進化チケットってこれ一発で進化できんのかね。だとしたらすごいね。あと光闇召喚書か。どうなんだろうなぁ。星5が出る確率がね、100% ってわけではないから。それ考えると、ね、買っていいもんかどうか。まあ、クリスタルだけで見れば、まあお得でしょうね。うん。前の記事。で、新キャラ？違うな。あ、いいんだ。リリスをピックアップ召喚。この子は何？メンテナンス時間変わったっていうのね。非属性ですね。で、ウィザード。ヒットポイント回復をさせる吸収スキル持ち。自分と味方の行動ゲージを増加させるなど、サポート能力を合わせ持つウィザード。で、コレクション機能。これ、いいっすよね。これ結構石もらえるんですよ。なんか、これ見てください。英雄初獲得で、まあ、これは低い方なんですけど、上の方のやつとか見てみると、等級上の方のやつを見ていくと、20とかもらえたりするんですよね。まあ、ちょっと後でちょっと自分のやつも。で、あとは、これ、新規の、英雄で、楽趣味で、ギルド店専用ですね。で、この子が、3属性ともバフをつけられるんですよね。で、一番右のスキルが、バフの数かける 3% ヒットポイントを回復できるっていう、なかなか面白い、スキルの持ち主。まあ、ここからどうやって使っていくと、誰と合わせていけばいいのかっていうのはあるだろうけど、まあ、うちのギルマスは、アスタロトと合わせると面白いんじゃないか、みたいな話はしてましたね。エスペランサ。あんまりちょっとここら辺はこだわりはないんですけどね。ルーン装着ランキング。ああ、なるほどね。はい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 。なるほどなるほど。ここまでわかるようになったんですね。で、自動周回機能が20回までできるようになりましたね。うん。嬉しい。通常の冒険とかでレベル上げるじゃないですか。レベリングするじゃないですか。その時10だと、ちょっとな、物足りないなーって思ってたんですけど、それが、ね、楽になってよかった。あ、へぇ、トロルがエビルーフ、エルフグルになる。まずそこら辺やってないからな、コンクエストの。まあ、エーレ石パックとか買わないんでね。シアのスキル、海賊のロマンとランタンのスキルのコアンクマキャンディについて、該当のターン時にターンエイドを選択した場合にも、効果が発動するように修正。両方とも使ったことないからよくわかんないけど。はい。というわけで、まあ、アップデート内容なんですけど、ちょっとじゃあ英雄見てみようかな。図鑑。はい。で、この古代人。まあ、こんな感じですね。英雄初獲得、英雄覚醒、で、レベル合計。ですね。で、スキルレベルアップの回数で、それぞれもらえると。これ何？攻撃を、あ、図鑑バフ。はあ、はあははあ、で、俺が結構円卓の騎士集めようと思ってるんです。あ、オッケーオッケー。持ってる持ってる。うん。
やっぱり上に行けば行くほど高いですね。やっぱり星5とかだったりするんで。あ、結構持ってんな、俺。この子育ててあげればいいのか。餌にするために育てていくか。この子がね、昨日出た時はもう大歓喜でしたわ。うん。やっぱりすごいやつもいますね。古代人レベル1。もういきなり攻撃力アップバフ。下の方は揃ってないやつってことかな。ね。上の方に揃ってるやつが来てる感じですね。うん。これでね、ちょっとクリスタル結構集められるんで、結構いいかなと思います。まあ、貯金っていう、貯金箱っていう使い方もありますよね。モンストの、なんだっけ、ミッションみたいに。うん。1500日ログインボーナスとか言って、石10個そこに貯めとくみたいなね。なので、まあ、これを元に育てるキャラを考えることもできるから、まあ、面白くなりましたよね。で、あとはちょっと俺もそろそろ星6作りたいんで、一生懸命、ちょっと星2の、あとはこう、星3だ、星2の子を、まあ、育ててって、って感じですかね。まあ、エボルン、星2の子はまあ、エボルンで育てて、で、星2にした、星2の子を星3にして、星4にしてって感じかな。で、星3はダブってるやつは使ってもいいかもしんないけどね。とりあえず1体しかいない子は取っといて、融合このガウェインみたいに融合素材になるかもしんないしね。まあ、星2でもあるけど、星2は、あれ、出ますからね。一般召喚券から。一般召喚券なんてね、腐るほどある。あと、これ、防衛準備って出たんですよね。今まで縦のマークだったのが、防衛準備ってこう、文字で出てくれるようになったんで、すごくわかりやすくなったなっていう。寄付します。俺のクリスタルの使い道は大体寄付ですね。同盟ポイント欲しいんで。で、ギルド商店。まあ、これで英霊石買ったり、エボルンを買ったり、ドペリはま、今のところあれですけど、伝説召喚の切れ端か。あれでやればいいんだ。ここら辺は変わってねえのか。ラクシュミが追加されたんだ。ラクシュミって200か。ということは、4800同盟ポイント貯めれば、ラクシュミ1体手に入ると。で、しかも、1週間に3回まで。あ、そういうことね。なるほどね。どうしようかな。交換しちゃおうかな。他に交換するもんねえもんな。交換しちゃいましょう。オッケー。また貯めればいいんでね。ギルド対戦でももらえるしね。で、引き続き、我がミスオーバー、メンバー募集しておりますんでね。こちらの方もよろしくお願いします。ギルドレベルが8か。で、ギルドランキング、対戦ランキング、自分のところだけ見えないのかな？どこまで見れるんだこれ、50位までか。うん。50位までか。ちょっと50位以内に入らないと分かんないんだな。うん。はい。ですのでね、まあ、ギルト対戦、今148位とかだった気がするんだけど、まあ、一緒に100位以内目指してくれる仲間を
探しておりますので、ぜひ一緒に楽しんでいきましょう。ですね。そんなとこかな。あとはなんかあるかな。ルーンダンジョンとかでも20回いけるみたいだけど、でもルーンダンジョンで20回ってなかなか厳しいよね。マックスだよね。だって7でしょ。140、一番上行くと8回でも7、8ぐらいになるのかな、わかんねえけど。なので、あ、覚醒の谷で見ればいいか。8だね、8ですね。だから160かかるから、1回じゃいけないよね。コンクエストいける難易度のところだと、だいたい5だから、まあ、レベリング向けの機能ってことですよね。はい。というわけで、ご視聴ありがとうございました。まあ、今後はね、もうちょっと強くなったらアリーナ動画とかも出していきたいと思いますんで、ぜひともよろしくお願いします。ではでは、お疲れ様でした。両アップデート、みんなで楽しんでいきましょう。まあ、なんかちょっと不満とか、もっとこうだったらよかったなーみたいなのあったら、情報交換したいんで、ぜひともコメントお願いします。ではでは、お疲れ様でした。